はい、皆さん、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。シルバです。どうも、モンハン4日ぶりですね。ちょっと出かけてたんで、モンハン自体、撮ることもやることもできなかったんですけど、まあ、撮ることはできないよね。出かけた先まで持ってって撮影とか、それはちょっとね、重いし、撮影器具重いし、ということで、今回もモンスターハンタートライズ実況をやっていきます。よろしく。でですね、今回はまあ長々とお待たせしました。リクエストを受けてた、何でしたっけこれ字が読めないですね。これ読み方の方は、よろしくお願いします。間違って読むと恥ずかしいからね。これですね、ナルガベリオ、ナルガアシュベリオアッシュみたいな感じですね。まあこれ、報酬金が高いんで、まあそれはもちろんもらえるハンターランクポイントも高いから、ハンターランク、上げる参考に、ちょっと行ってみてくださいとのことでした。うん、ではやっていきましょうか。テイク2です。一応やっぱこれは最初ベリオに気づかれるようにしないといけないんで、どっちか一体かな。なるべくベリオ、とんでもなくベリオ、とにかくベリオに気づいてもらいたい。ナルガとベリオっつったらベリオの方が体力全然ないんで、ちょっと待って、ごめんね、唾飛んだ、汚いね。けどさ、画面の近くで喋ってるからさ、もう逆に唾飛ばない方がちょっと面白いというか、不思議っていうか、おー来ましたね。ベリオだけですよ。これが俺の願い続けていたことですかね。で、こんな感じでも、ボカボカ殴っていきましょうと。で、スタンはなるべく美味しく取りたいので、煙玉を使った瞬時に、スタン取れるような形が一番理想ですかね。こんな形で。なんか転びましたよ。もしもし、ベリオさん、大丈夫ですか？頭殴りに来ました。顔が相変わらず顔色悪いですね。顔が相変わらず顔色悪いですねってどういうことか知りませんけど。で、もうとにかくもう先行で止めて、動きを封じて、今回はタイトルに高速アイテム使用禁止って書きません。もうバリバリ使っていきます。やっぱ反対欄が上げつったらね、なるべく簡単にすぐ終わる方がいいですね。なるべくって言い過ぎですけど、特にこのクエストタイムアタックするようなクエストじゃないんでね。わかると思いますけど、こんな同時狩猟をタイムアタック、危ないし、煙玉、おー気づかれたよー、ごめんなさい、参考動画なのにね。マジでミスりました。大丈夫でしょう、ベリオはそろそろくたばると思います。うるさいです、ナルガ。近寄ってきたらナルガもピヨピヨ、そのままでも投げればまあいいんじゃないですか。軽いな、お前って感じですけど。で、うらこんな形ですかね。あいつ、飛ぶのはあんま必要ないかなと思います。今回このベリオのタックルの範囲が甘いからいいですね。ちょっとスタミナね。ちょっと、嘘。マジで。まあいいや。大丈夫でしょう。スタン来たら、多分もう死にますね。このクエストのベリオとかもう本当に体力少ないんで、こんな感じで。フルボッコというか瞬殺ですね。先行玉投げまくってるからせこいですけど。研ぎ完了。噛みつき嫌だ、逃げる、痛い。で、煙調合して、今じゃなくていいか。インターバル時間っていうのが、なんであるか考えようぜ、シルバ。ということで、頭にドカンと一発お見舞い。で、こいつがね、もう、この、今回はもう振り向き、ってか、この尻尾大回転の後にひるみがなくなっちゃったんで、美味しくないですね。ナルガは今回強くなりましたね。そこら辺のひるみとかが強くなりましたね。攻撃力はまあ、そこまで上がっていませんけど。G級となるとね、やっぱ強いですよね。で、振り向きざまに、ホームランを一発かましてやりましょうよ。ということで、嘘でしょ？今のでスタン取れないとか。これはもう非現実的ですね。で、よいしょと。これでさすがにスタン取れますか？非怒り字でスタン取れるのがナルガでは一番美味しいんですけど、耳栓ついてればね。
そしたら横立てホームランっていうのを3セット入れてやればもうだいぶ死にますね。死にますねてか、だいぶくたばりますね。もう。よいしょ。で、これタイミングを測ってやんないと大回転とか、食らったらてか食らっちゃうんで、まさかのひるみと、横入れた方が良かったかな。どうしようかな、これ。もう痺れな、使う意味もないしね。じゃ、ちょっと遊びで、ここら辺にタルジーを仕掛けておきましょうか。で、ドッカン！うん、不動ですね。混合体。ブランの次ら辺に混合体ですかね。怒るかな？怒りましたね。怒ったら、こんな感じで。そろそろ死ぬと思います。2回スターン取れることはほとんどないと思うので、このクエスト一応やってみたのですが、やっぱめんどくさいですね。最初のもうベリオが気づかれるか気づかれないかが問題ですね。僕このクエストでハンターなんか上げようと、言おうと思ったことはまだないですね。なので、素晴らしいと思いますね、その方は。このクエストでもうハンターなんか上げようとな、勇ましい。尊敬すべき人ですね。若干もう今日はテンションが高いっていうか、なんかこれが俺の普通のテンションだな。そういえば明るさ3だったな。自分いつも明るさ2でやってるんですけど、ちょっと暗いですね。気持ちも暗いです。痺れ作りたいんですけど、もしもし？いいや、ここら辺に、タルジーを、よっこらせ、置いといて、で、痺れ作って、仕掛けておきます。なんか色変ですね、これ。闘技場の色が変だ。砂が。しびれも調合しといて、研いだっけ？忘れたからま、研ぎましょう。何回研いでも一応不幸なことないんでね。研がないと不幸なことありますけど。で、こういうのもガブガブ一気に飲み干しますね。よいしょ、なんかビール一気飲みすると死ぬみたいですね。自分まだ未成年で、なんかビールにも興味ないから、飲んだこととか全然ないんですけど。多分、飲みますね。何の話してるかよしし、わかりませんけど。なんでホームラン当たらなかったの？いや、次の縦位置でひるみなんで。あれごめんなさい。それ、ナルガ3頭のクエストの、ひるみ計算が違うのかな？これは。まあ、そういうことだろうな。で、ターンいただきと。あ、来なかった。いや、けど、いいぞ。来なくて美味しい。来なくて美味しい。この竜巻がもう本当に迷惑。非現実的ですね、これも。素晴らしい。これほど非現実的なものを見ることができるのは、人生貴重な体験ばかりですね。本当に何言ってるかわからないですね。で、煙切れてしまうので、危ないです。投げます。逃走しまーす。あちらへね、行きたいんで。この、大樽爆、嘘な嫌な予感、危ないだろう。煙玉投げておいて、危ないです。痛いです。当たりましたし、ちょっと待って、怖いし。いかつい、いかつい、ベリオいかつい。マジやめて。でも、このダメージ量ですよ。ダメージ量がもう本当にやばい。なんでこんないかつくなってしまった？怖いですね。だからそろそろお前も寿命ですね。で、これで、起爆したいですね。うらっ！おしおしおし！作戦通りだ。嘘です。こんなかっこいい作戦はありません。運が良かっただけですね。でも当たるかなーっていう感じだったんで、良かったです。で、煙玉投げておいて、そろそろベリオも五輪中ですかね。こいつそんな命長くないんで。あれ？あれ？目がないようです。振り向いてくれるかな？くれなかった。怖いんだってだから、それ。俺ほぼ 100% する当たるから痛いです。なんか誰かかかってね、なんか、ナルガがかかったような音が聞こえた。一人でキャーって言ってたよ。おいおい。だからなんでこいつ戦後かからないの？もう、あれですね、もう。問題ですね。危ないし。怖いし、もう危ないし。おおお。
目がグダグダでしたね。ベリオはグダグダです。あ、ちょっと5分まで行きたかったんですけど、難しそうですね。一応行ったことあるんで、行けたらいいななんて思ってたんですけど、全然見えないし。で、イカルノで、まあこいつはなんか原始と比べて頭の肉質が柔らかいので討伐はしやすいですね。で、ずれてホームランとか、そんな形でどんどん頭に攻撃をボカボカ当てていけば死にますね。このナルガの手の先っちょが若干茶色いのが、これ俺好きですね。そんなのどうでもいいだろって話ですけど、モンスターの色合いが好き、ナルガは。で、どうしよっかな。なんかちょっと面白いことやってみたいな。ナルガにシビレナーとかもう長年使ってない気がするんですが、あ、捕獲で使ったかな。捕獲で使ったことがもう何回かありますけど、何百万回もありますけど、なんで硬直してんの。ハンターの硬直ですよ、いわゆるバックレっていうか。で、仕掛けておいて、タルジー1個プレゼント、2個目もプレゼントしたいですね。僕の優しさってやつです。2個あげられればな、よかったんですけど。で、振り向きを狙えますね、狙えますね、歯医者さんみたいになってますけど。で、頭にドバンド、よいしょ。とにかくあれですね、もうこのクエストで一番重要なことは、もうベリオロスに最初に気づかれるってことですかね。それさえできれば、まあコンプリートっていうか、クエストクリアーみたいなもんですかね。はい、チーズ。振り向きの時、はい、チーズって言ってるんですけど、あれですね、わかりますかね、小学校の時とか遠足で、カメラマンがいて、こっち向いて、こっち向いて、っていうことで、はい、チーズって言ってたじゃないですか。それを僕は真似しているということです。よく名残で終わりかい。はい、テンションが高いです。リクエスト遅れてごめんなさいね。ちょっとこのクエストはテンションがこんな感じの時じゃないと撮影できないんで、メンバーが本当にだるいですよね、このクエスト。僕はそう思いますよ。もう10分ぐらいか、アルガのお亡くなりの顔、鼻が相変わらず大きいというか、なんか鼻がどんぐりみたいですよね、これ。赤そうな鼻ですね。ベロベロベロも、口の中が綺麗、歯が綺麗ですね。もうイビル状の歯とかもめちゃくちゃ汚いんですけど、歯垢べったりですよ。歯槽膿漏ですね。息とか絶対に臭いですよね。ハンターもしかして息で死んでんじゃないの。ブレスってあれか、口臭だよ。ブレス、ブレスのあれだ、ダメージ口臭ですね。そういうことだったのか。報酬は、まあこんな感じですかね。ベリオ原種の素材が欲しい。原種全然からないんで、嬉しいですね。うん。そんなにもらえんの？炭酸術出してたらこれ、8000ぐらいいくのかな？すごいですね。自分ほんとこのクエストやんないんで、全然わからないんですけど、素晴らしい。パーティーでやるのはいいですね。うまくいけば5分未満とかいけるんじゃないですか、ハンマーペアとかだったら。1回目のスタンでもしかしたらベリオとか死んじゃうかもしれないしね。まあそんな感じで、今度僕の借りたもの青柱っていう、なんかちょっと名前シャシャっていうかふざけてますけど、こいつですね、青柱。ですね、まあこんな感じですね。プレイ時間が238で、これですよ、ハンターランクは。まあ、めっちゃ手伝ったっていうか、そう、一緒にやったんで。まあそんな感じで、いつか青柱も登場させていきたいと思います。って感じですね。ではではでは、次回行くクエストとやらを。ですね、取ったのに消えたクエストやっていきたいですね。深海からの挑戦かな。今出てる子なんだか、こんな感じなんですけど、
うん、これはもうなかなか面白かったね。道軍の時代はまあいいでしょう。リクエストがあれば撮っていきますけど。わからないですよ。深海の挑戦出したら撮っていきたいと思います。それでは誰かいるね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次回深海からの挑戦でお会いしましょう。さよなら。